まった金金金金ミンつくと金金金金ミンつくと金金金金ミンつくとがさ、うん、またお金使ったよ。え、何に？ね、商標登録。はい。商標登録ってわかるか？商品を登録する登録。まあ、商品とか、まあ、商品名とかな。うんうん。例えば八角部屋を商標登録しよう思ったらできるわけよ。うんうん、おそらくな。うん、ただ八角部屋の場合はあの相撲部屋の八角部屋と被ってることは被ってるけど、それはいいのかどうかとかも審査されたりするわけ、うんうん、ちょっと相撲部屋の八角部屋と紛らわしいから認められませんとかさなったりするわけよ。そういえば八角部屋、相撲部屋の八角部屋になんか八角部屋とか言ってこんな悪のチャンネルがありますよって言いつけたやつおったけど、相撲部屋の八角部屋さんからは何にも言ってきませんよ。あれから随分経ってますが、何にも言ってきませんよ。あれかな、訴訟準備してんのかな、今頃八角親方が。親方が、こんなチャンネル許せんとか言って、訴訟じゃーとか言って、今頃開示請求してっから、その、開示時間かかってんのかね。なんかね、そんなもんな、あれやねんけどな。もしさ、ほんまに八角部屋さん、相撲部屋の八角部屋さんからさ、うん、コメントもでもついたらさ、そこ、まあ、それは考えるけどね。でも、うん、なんかうちの名前をパクってませんかとかさ、来たらそれはもう考えんでもないけどさ、うん、一向に来ませんけど、それはどうなってるんですかねって言っておく。まあ、それは置いといてさ、うん、商標登録よ。うん、まず、みんなで作るととか、みんつくととか、この、みーをかたどったみみみとか、うん、みーとか、この横のこの記号みたいなものはなんて言うんやろうね、これね。どう言ったらいいのかわからないけど、なんか、み、うん、この手、なんか上二つはみんなで作るとっていう単純に名前でみんつくとっていう略称で、で、これはデザインってことなんやろな。下二つは。これさっき調べたんや。うん。これな、全体でな、まあ、そこまで何百万単位の金はかからんっぽいんだけど、うん。だから弁理士、うん。こういう商標登録を代行してもらうためには弁理士っていう人らに頼まなかんけど、うんうん、弁護士ではなくてね。まあ、それを含めてさ、弁理士の費用はまあ、ピンからキリまであるからよう分からへんだけど、まあ最大でもまあ50万とかそれぐらいなのかな、この4つやったら、おそらく。うん。うん。でも自分ではやってないやろ、大津さんのことやから。うん。どうせ丸投げやろ、弁理士に。弁理士に丸投げどころか、トヨタ弁護士あたりになんか、知り合いの弁理士さんに頼んどいてくださいって言って、トヨタ弁護士をかませてる可能性もあるからさ。弁護士代金払った上に弁理士代金払ってる可能性もあるよね。可能性の問題ですよ。可能性の話ですからね。にさ、結構、まあ50万、まあ何十万単位でもあんねんけどさ、なんか言いたいことあるか、それに関して、弟子は。師匠、うん、お金って、使っていいの、うん、使わない言うてんねん。それくらいかな、弟子が聞きたいの。うん、買っていいの？言うとんねん。ほんでな、さっきも調べたんやけど、なんかこういうことやってると勉強になるよね、いろんなことがね、うんうん、調べるからな、うん、まあ、申請の時に、まあ、割と安い値段がかかるのよ、うんうん、それで、うん、でそれでなんかさっきいろんな審査があって、うんうんうん、で認められましたってなったら登録になって、その時に登録料を払うのに払うんやけど、うんうん、それが9月30日、うん、それなんかこれを言ったらさ、申請自体は去年だからとか言う人いるんだけどさ、見送ったらいいねんな、うん、登録自体はさ。でもここはその申請したのが11月9日になってんのか、うん、どれどれ、11月30日かっていうことやな。出願が12月25か、去年のうちやからまだ破産手続きは開始されてないんやけどさ、うん、もう状況が変わって破産手続きが開始されたんやから、うん、今9月30日に払ったんよ、うん、払うなや。師匠、うん、使わない、うん、ということは、うん、やっぱり使ったらダメなんですね。使うな言うとんねんよ。だよ、また使わんでいいかねん。ほんまにさ、申し訳ないけどさ、この誰がパクんねん、うん、こんなもんよ。何かと思った、この耳とかさ、うん、何かと思ったの。もう仮にな、まあ、登録商標してないとするやんか、うん、それでこのデザインをなんか冗談でさ、俺がさ、うん、パクって T シャツにしてさ、うん、みんなで配ってなんかみんなで着ようぜって言ってさ、それこそ、うん、かっちゃんパーティーとかでさ、うん、着るっていうこともできるかもしれんけど、うん、
だから何やねん、それをされたところで何かを損失すんのか、損失すんのか、あなた方は身につく党はよ。で別にそんなことしひんし、でもみんなで作る党が登録認められたっていうことはさ、身につく党もさ、うん、タイトルに身につく党とか入れたらあかん。なんかこの前さ、何やったっけ、ゆっくり茶番か、うんうん、ゆっくりしなんか前やったことあったっけ、うちでも、うん、あるある、電子もなんか覚えてるよね、ゆっくりゆっくり茶番で登録商標取って、うん、取った人がおって、うん、それでさ、うん、でそのゆっくり茶番っていうタイトルに入れてさ、動画上げてる人いっぱいいるわけやん、うん、ほんでなんか10万円払ってくださいって、ゆっくり茶番っていうタイトルに入れた人は10万円払ってくださいとかいうむちゃくちゃなやつおったけどさ、それをやろうとしてんのかな、やっぱり民畜党とか入れてるやんけ、消さなタイトルにいやでもそれは認められへんよね多分な。民畜党ってさ、一応公的な国政政党やからさ、その名前を使うなっていうわけにはいかへんわな。そんなこと言ったら新聞もさ、うんうん、まあ、特にトースポウェブとかさ、民畜党とかみんなで作る党とか使いまくってんだから、それまで商標登録なんで使わないでくださいっては言わへんよね、うん、でも何のつもりで撮ってんやろ。そんな民畜党とかみんなで作る党とか、このデザインをパクって商品にしようなんて誰も思いませんよ。冗談で T シャツは作ろっかなって思うかもしれないけど、でもそれは儲けようとは思わへんからな別に。それでの、うんうん、なんかさ、金使いたいんかって感じで、うん、でも最初に出願し始めたのが11月30日やろ、うん、その時はもう政党助成金が入ってるわけや、うん、10月6日、あ、11月6日やったっけ、23年の、うんうんうん、入ってきたのが、あ、お金入ってきた、そうだ、うん、なんかね、あのさ、うん、気持ちわからんでもないやん、弟子はどうなんか知らんけど、俺は少なくとも、うん、お金がまとまって入ってきたら使いたくなんねん、うん、弟子もそう、少しは使いたくなる、まあ、なんか それこそさ、入ってきたらさ、美味しいもんでも食べようかなとかなるやん、うん、人間誰でもそうやん、うん、まあこんな大金が入ってきたから全部貯金という人も中にはおるかもしれんけど、うんうんうん、まあなんかちょっとぐらい贅沢してもいいかなと思うやん、うん、それやったんかなかもしれません、うん、なんかいつもはブロンコビリー行ってっけど、うん、今日はめちゃめちゃ高級なステーキハウス行こっかなとかさ、うん、そんな感覚で、うん、お金使いたいな、お金使いたいな、お金使うことが当然やからさ、大津さんってさ、だって噂によるとですよ、うん、噂によるとゲームに月100万円使ってるっていう話やん、うんうん、で大津さんは30万円しか使ってませんよとか言ったけど、直ちにパパにさ100万だろって言われるぐらい使ってたらしいから噂によるとですよ、うん、お金使うことに慣れてるからさ、うん、あ、お金いっぱい入ってきた、使おうって、何に使おうかなって、そうだ登録商標とかどうだろうって言った時にさ、取り巻きのさ奴らが、いいですね、登録商標しちゃいましょうかつって、じゃあトヨタ弁護士に、これ想像ファンタジーですよ、あくまでも八角ファンタジー、八角ファンタジーですからね、八角ファンタジーですよ、でトヨタ弁護士なんかいい弁理士さん知らないって言って、ああ私に知り合いに弁理士さんいますので、なんなら私弁理士の資格も持ってますからとか、まあ分からんけどさ、それはいやファンタジーだから、ファンタジーだからいいよね、うん、で私がやりましょうかとかいうことも考えられるよね、うんいう感じで使いたかったんじゃない？なるほど。ていうかさ、うん、最後に結論言っていいかな？はい、お願いします。使うなよ、そんな！以上です。はーい。